SCNN1D は、脊椎動物の上皮性、ナトリウムチャンネルのデルタサブユニットをコードする遺伝子で、ある。イナックは3つの相同なサブユニットからなるヘテロ酸、両体として組み立てられる。イナックの他のサブユニットは、SCNN1A、s c n n 1 b と SCNN1G によってコードされる。イナックは、上皮細胞で発現しており、神経細胞で、 活動電位の形成に関与する電位依存性ナトリウムチャンネルとは異なる。電位依存性ナトリウムチャンネルをコードする遺伝子の略称は SCN の三文字で始まる。これらのナトリウムチャンネルとは対照的にイナックは向上的に活性化されており、電位に依存しない。遺伝子名の2番目の N は電位非依存性のチャンネルであることを表している。ほとんどの脊椎動物において、 ナトリウムイオンは細胞外液の浸透圧を決定する主要な因子である。イナックはタイト上皮と呼ばれる透過性の低い上皮細胞の細胞膜を挟んだナトリウムイオンの輸送を可能にする。上皮細胞との間でのナトリウムイオンの流れは細胞外液の浸透圧に影響を与える。このようにイナックは体液の調節と電解質の向上性に 中心的な役割を果たし、結果的に血圧に影響を与える。イナックは、アミロライドによって強く阻害されるため、アミロライド感受性ナトリウムチャンネルとも呼ばれる。イナックのデルタサブユニットをコードする CDNA は、ウォールドメンラによって、人の腎臓のメッセンジャー RNA から、クローニングされ、配列決定された。SCNN1D 電子の配列は、 ヒトゲノム計画で初めて明らかにされた。SCNN1D は1番染色体単湾に位置し128436番ヌクレオチドからフォワード方向に開始される。長さは約 11583BP である。選択的スプライシングと複数の翻訳開始部位が存在する。人の脳のメッセンジャー RNA 資料から 選択的スプライシング産物の検出、クローニングと同定が行われている。SCNN1D の主要な転写産物のエクソン、イントロン構造。転写産物のシリアル番号が上に示されている。画像のクリックでアンセンブルデータベースへ移動する。SCNN1D 電子は大部分の脊椎動物に存在する。しかし、マウストラットのゲノムでは失われている。 デルタサブユニットの組織特異的発言は SCNN1A、s c n n 1倍と SCNN1G SC にコードされる他の3つのサブユニットとは大きく異なる。アルファ、ベータ、ガンマサブユニットが主に腎臓の尿細管上皮、軌道、女性器、血腸、唾液腺、肝腺などで発言しているのに対し、デルタサブユニットは主に脳、水臓、卵巣で発言している。 イナックの4種類のサブユニットの一時構造は高度に類似している。これら4種類のタンパク質は共通の祖先に由来するタンパク質ファミリーを構成する。サブユニット間のグローバルアライメントでは、人のデルタサブユニットはアルファサブユニットと34%が同一であり、ベータ、ガンマサブユニットとは23%が同一である。イナックの4種類のサブユニットには全て、 膜貫通セグメントを形成する二つの疎水的配列が存在し、それぞれ TM1、TM2 と呼ばれている。膜結合状態では、TM セグメントは脂質に重層に埋め込まれて、N 末端と C 末端は細胞内に位置し、二つの TM の間の領域が細胞外領域となる。この細胞外領域には各サブユニットの約70%の残機が含まれる。 このように、膜結合状態では各サブユニットの大部分は細胞外に位置している。イナックと相当なタンパク質、ASIC1 の構造が解かれている。ニワトリの ASIC1 は3つの同一なサブユニットから組み立てれられる、ホモ3両体構造である。ASIC13 両体は、ボールを持った手のような構造をしており、ASIC1 の各ドメインは、パーム、ラックル、 フィンガー、サム、ベータボールと命名されている。イナックのサブユニットの配列と ASIC1 の配列とのアライメントからは TM1 と TM2 パームドメインは保存されており、ナックル、フィンガー、サムドメインにはイナックでは挿入配列が存在することが明らかにされている。V 特異的変異導入によるイナックの研究からは ASIC1 の 構造モデルの基本的特徴の多くは、イナックにも同様に適用されるという証拠が得られている。しかしながら、イナックは必ず、アルファベータガンマ、またはベータガンマデルタからなるヘテロ三両体を形成する。近年イナックの構造も解明され、a s i c 1三両体と類似した構造をしていることが明らかにされた。これまでに、 デルタサブユニットと特定の疾患との関係は示されていない。ありがとうございます。